についてマイドン、どうもマイドンです。最近ミッションインポッシブルとジョジョでダイエットのモチベを保っているマイドンでございます。はい、ということでですね、今日は何をしていくかと言いますと、ボン、私の学校のロッカーの中身を紹介していきたいと思います。なかなか学校のロッカーの中身を紹介してる人っているのか、なんかあんまり見たことないような気もするんですけども、私って結構ね、持ち物に関してすごい心配性で、普段から荷物がすごい多いんですね。こんなちょっと荷物に関して心配性な私がおすすめする、これは入れといた方が便利だよっていうものと、あとは収納法を紹介していきたいと思います。はい、ということで早速レッツゴー。はい、ということでちょっと何から紹介していこうかな。まあ、ロッカーの中身大体教科書で埋まってるんですけど、今回はね、その教科書以外のものですねを紹介していきたいと思います。まず主要人物たち、はい、このボックスの中身に全て入っております。このボックスはね、無印で買いました。もうこのボックスね、本当にいろんなものが入るんですけど、すごいロッカーに入れるのにはちょうどいいボックスになってて、私はね、これは家の引き出しの収納にも使ってます。本当にいろんなものが入るのでおすすめです。で、この中に何が入っているか紹介していきますね。まずはですね、こちらの中にはイヤホンと充電器が入ってます。この白い袋っていうのかな、セリアで買いました。こういう感じでね、開けるやつなんですけど、すごいね、こういうコードとか入れるのにおすすめです。まあ、こんな感じでイヤホンとコードが入ってるんですけど、まあ、なかなか外で充電できるところって、ほんまにマクドとかそういうところでしか使われへんと思うけど、これさえ入れとけば、例えば友達がモバイルバッテリー持ってたらちょっと貸してもらえるし、モバイルバッテリー忘れてもね、安心なんじゃないかなと思います。このイヤホンに関しては、私はね、もともとね、このイヤホンジャックがついてるイヤホンを入れとくと、ほんまに iPhone しか使われへんくて、例えば学校の PC で何かするとかそういう時に使えないので、私はね、イヤホンジャック挿すタイプを入れてます。ほんまにこの入れ物真っ白で綺麗やし、ここ透明になってるからな、何入れてるかもわかるしね、黒めっちゃおすすめ。次、こちら筆箱を忘れた時の予備の筆箱です。この筆箱はね、無印で買いました。ちょうどね、このボックスにぴったりハマるんですよ。これ大学生ってね、時と場合によってすごいカバンを変えることが多いから、筆箱忘れちゃうことって結構あるんですよ。私だけかな。で、この筆箱の中には何が入ってるかというと、こんな感じで入ってるんですけど、私のね、学校はすごいプリントが多くて暗記物が多いので、オレンジ色のペンとこのチェックペンっていうのは必ず入れてます。で、あとはボールペンはね、すごい大学生使うことが多いので、道端で配ってたりとか、あとはすごい安くでコンビニとかで売ってるような、まあ、いろんな色の種類が入ったやつ、水性よりもね、絶対油性の方がいいです。やっぱり油性のボールペンはすごい使うこと多いので、これ1本入れておくとね、忘れた時にすごいいいと思います。あとはまあ、こんな感じでシャーペンと蛍光ペンが入ってます。で、あとは普通にシャーペンと消しゴムを入れてますっていう感じですね。で、次はですね、この謎の袋に入っているんですけど、汚れないためにビニール袋に入れてるんですけど、印鑑ですね。私の大学だけかもしれんねんけど、誓約書とかいろいろね、そういう大事な書類を書くことっていうのが増えるんですね。いつも使ってる印鑑は家に置いてあって、本当はね、大事な書類その全部家にあるやつでやった方がいいとは思うんですけど、例えば印鑑だけ押してくるの忘れたとか、もうすぐにね、書類を出してしまいたいっていう時とかに、応急処置的な意味でこれ入れておくとね、すごい便利です。で、これね、どっちも100均で買いました。ほんまに特殊な苗字の人以外は100均で買えたりするので、安めのものを入れておくといいかなと思います。次はですね、ポケットティッシュ、これはマジで入れといた方がいい。鼻が弱い人ね、鼻炎とか花粉症とかの人は絶対入れといた方がいい。ティッシュってね、意外と忘れがちなんよね。次はですね、ホッチキスです。紙でレポートを出しなさいって言われた時に、必ずね、この針のホッチキスを使わなきゃいけないので、結構私はね、大学生活でホッチキス友達に借りた記憶がいっぱいあります。なので、ホッチキスをね、普段あんまり使わないけど、一応ね、ロッカーの中にそういう時のために入れといた方がいいです。これね、めっちゃ可愛いでしょ。これね、無印で買いました。で、次はハサミ。あんまり私大学生活でハサミは使わなかったんですけど、一応入れてます。筆箱の中身紹介でも紹介したんですけど、こういうちっちゃいタイプのハサミを
入れてます。で次このポーチの中なんですけど、このポーチの中には美容系のものとか、あとは生理用品とか薬が入ってます。本当にね、あの女の子は突然ねやっぱり生理が来てしまったりするので、生理用品とねいつも飲んでる痛み止めとかはちゃんとねロッカーの中に入れといた方がいいと思います。であとはヘアゴム、医療系の学生の子は特に入れといた方がいいかなって思います。あの実習の時とか、あとは実験の授業の時とか必ず髪の毛縛りなさいっていう風に言われるので、ヘアゴムってね普段してないと絶対忘れると思うので、ロッカーの中にね入れとくと便利だと思います。こうやってやってそのまま家に帰ってしまったりすることもあるので、2つ入れておくといいと思います。あとはこういう櫛ですね。こういうのもコンビニとかですごい安く売ってるやつをパッと入れてます。だからね、私このタイプの櫛なんでこんな買ってるぐらいにあるんですよね。あとはリップめっちゃ忘れがちなんですよ。まあでもずっとロッカーに入れておくので、普段使わない安いものを入れるようにしてます。リップって意外と値段が張るから、私がおすすめなのは普通のメンソレータムのリップ入れておくといいかなって思います。メンソレータムのリップはねめっちゃ安くで売ってるから、それ入れておくといいかなって思います。結構色付きのリップとかは唇荒れてしまう方なので、普通に保湿リップを入れてます。でその代わりに、前にね初心者メイクの時にも紹介したんですけど、このキャンメイクのねリーク&チークジェル、これねリップにもチークにも使えるやつで、あんまり普段そこまで使ってるものではないので、この2つをね忘れた時用に入れてます。このポーチの中はねこんな感じです。壊れてしまって相方がないんですけど、あの写真で載っけときますね。いっぱい穴が開けられるタイプの穴開けパンチなんですけど、プリントが多い人にとってはプリント整理も学校でちゃちゃっとねしてしまいたい人多いと思うので、家用とロッカー用で買いました。はい、あのやっぱりすごい。次はですねこちらドン。ロッカーの中身じゃなくてカバンの中身に入れといた方がいいかなと思うんですけど、ワイヤレスのヘアアイロンですね。これはアマゾンで買いました。まああのまたね梅雨の時期にも紹介しようかなとは思ってたんですけど、突然の雨の日とか、あの全然ね支度ちゃんとしてなかったのに今日予定があるとかいう時に、でこのボックスの中身最後、これは別にみんな必要ないかなとは思うんだけど、ちょっとね個人情報が気になる子におすすめです。手動のシュレッダーです。あのここに紙を入れてこうやって回すとシュレッダーになってさーって流れていくやつなんですけど、これはね無印で買いました。学校のプリントとかってさ、やっぱりフルネームで自分の名前を書いたりするやんか。それをこう学校のゴミ箱とかに捨てるときに、ちょっとフルネームで書いてあるの個人情報気になるなーとか思う人はちょっとこれ入れておくと便利かなと思います。でバックス終わり。はい、でこちらこの赤シートの下敷きですね。下敷き忘れた時にも使えるから、私はね下敷きタイプを入れてます。なんか前にね赤シートじゃなくて青シートの方がいいですよって言われたから、ちょっとね青シートに変えようか今迷ってるんですけど、次はですねこれは大学生特有なんでございますが、レポート用紙ってね普段あんまり使えへんけど、割とレポート書きなさいって言われた時に使うから、あのロッカーに入れとくとね便利かなって思います。あとはノートを忘れた時とか、あのこれに書いてしまえばいいので、一応レポート用紙を入れてます。これ以外にはね大量の教科書と白衣とか実習靴とかそんな感じのものが入ってるんですけど、最後にこれは入れとくといいかなっていうものが紙タイプのフレグランスですね。医療学生の人とかは実習靴とか、あとは実験後の白衣とか実習の服入れておくと、結構いろんな匂いがねロッカーの中混ざっちゃったりするので、ちょっとこういう匂いのする芳香剤みたいなのを入れとくといいかなって思います。置くタイプの芳香剤やと場所取ってしまうから、こういう紙タイプの芳香剤入れておくといいんじゃないかなって思います。こういう風にね吊るせたりもするし、さっきのボックスの中にシュッと入れておけばいいので、こういう紙タイプのね芳香剤おすすめです。はい、ということで私のロッカーの中身こんな感じでございます。このボックス買っちゃえば、これシュッて入れて、で持ち出す時これシュッて持っていけば大丈夫なので、このボックスねすごくおすすめです。今回の動画終わりたいと思います。この動画がいいなと思った人はチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。おつどん、バイバーイ。